ユナイテッドストリートカーはかつてアメリカ合衆国に存在した鉄道車両メーカー。アメリカ各地の路面電車向けの部分調停小電車を製造していた。この項目ではユナイテッドストリートカーが手掛けた路面電車車両についても解説する。アメリカ合衆国では路面電車の内路線の大部分が専用軌道として建設され都心と郊外を結ぶ。 中量軌道輸送システムをライトレール路線の大部分が都心の平洋軌道上に存在する旧来の路面電車をストリートカーと呼ぶ。2001年から営業運転を開始したポートランドストリートカーを皮切りにアメリカでは新たな都心の交通機関としてストリートカーの見直しが進み各都市で建設計画が立ち上がったが使用される超低床電車は チェコのシコダトランスポーテーション製の海外車両だったために保守や各種交渉の面で難がありアメリカ国内でのストリートカー向け車両の生産が求められるようになったそこで2005年ポートランド市議会はポートランドストリートカーをはじめとする公共交通機関を運営するトライメットに対し国産路面電車開発のために400万ベイドルの予算を支出する案を承認した 製造メーカーには、オレゴン州クラカマスに本社を置く、オレゴン鉄工所が指定され、同社は製造専門司会社ユナイテッドストリートカーを設立した上で、シュコダトランスポーテーションとライセンス契約を結んで、技術を獲得した。そして2009年に試作車となる、ジューティーさんが完成し、同年7月からポートランドストリートカーで運転を開始した。これは、 ストリートカー向けのアメリカ国内企業製電車として1952年まで製造が行われた PCC カー以来実に57年ぶりの申請車両となった。バラク・オバマ大統領政権下で成立した2009年アメリカ復興、再藤資法に公共交通機関の建設、整備への支援が盛り込まれたことから各都市でストリートカーの建設計画が立ち上がったのを受け、 オレゴン鉄鋼所は、ユナイテッドストリートカーへ、多額の投資を行った。だが、初期トラブルや、納入遅延が、相次いだ上に、導入を予定していた都市が、ストリートカーの計画自体を中止するなどしたため、ユナイテッドストリートカー製の路面電車車両を、採用したのは3都市に止まった。さらに、チェコのイネコントラムやスペインのカフ、アメリカ国内企業のブルックビルエクイプメント、 コーポレーションといった競合企業によるストリートカー市場への参入も相次いだ。その結果、今後の発展が見込めないとして、発注分の全車両の生産が完了した2014年11月21日をもって工場の操業を停止した。そして、ユナイテッドストリートカーは2015年2月にオレゴン州運輸委員会への提出が義務付けられていた。 進捗状況報告を拒否したことから解散が勧告されたが、正式に解散したのは2018年12月22日となった。ただし、親会社であるオレゴン鉄工所は工場をボート製造に転用しながら残しており、将来的に鉄道車両の主要機器製造に再参入することも視野に入れている。ユナイテッドストリートカーが製造した路面電車車両は、 シュコダトランスポーテーションが開発したジューティーをもとに、強度をはじめアメリカ国内での運用に適するよう設計が行われた。ジューティーは部品の大半がシュコダを含むアメリカ国外の企業で製造されていたが、ユナイテッドストリートカー製の車両は、バイアメリカン条項に適合させるため部品の大半をアメリカ国内企業製のものに変更している。電気機器は、試作車では当初、 シュコダ製の部品を採用していたが、故障が相次いだことから量産車では、エリンやシーメンスなど、他社の機器が導入された。編成は、両運転台式の3車体連接車で、中間のフローティング車体を床上高さ 350mm の低床構造として車椅子やベビーカーに対応可能なフリースペースを設けている。両端の車体下部には2台の電動機が設置されており、 100%の粘着力を発揮することができる。ユナイテッドストリートカーで製造された路面電車車両には以下の2形式が存在し、さらに架線がない区間も蓄電池で走行可能な300も計画されていたが、こちらは製造されることはなかった2009年の試作車以降、ユナイテッドストリートカー製の路面電車車両は以下の路線に導入された。ありがとうございます。